逆転国会教育改革の米山教育こそ子どもたちと日本の未来をつくる根幹で今それぞれの政党が教育の重要性をうたっていますしかしそのかぜで東大の授業料がこの10月から年64万円超に値上げされました私が東大に入学した昭和61年の授業料は年25万円ですから2.5倍になっています 自民党政権が大学に交付される大学運営交付金を削減する中で物価高に対応するためにやむを得なかったとのことですところがその一方で自民党は文教科学振興予算5兆円に匹敵する額の防衛費倍増を行っています防衛ばかりに巨額のお金を使い教育をないがしろにする政治は本末転倒だと言わざるを得ません私米山隆一は国全体の予算のバランスの中で 教育、科学振興の予算を優先し、恵まれた家庭に生まれたか、生まれないかにかかわらず、すべての子どもたちがその能力に応じて、十分な教育を受けられる教育制度改革を実現します。それこそが、日本の未来を、子どもたちの未来をつくるからです。ご支持、ご声援いただけますことを心よりお願いいたします。